人から信頼される最も良い方法。今日は北九州小倉城からお届けしています。人から信頼されたいです。そのために最も効果的で最も良い方法を教えてください。随分都合のいい質問ですねっていう感じですけども、まあ皆さん人から信頼されたいというふうに多分思っていると思います。例えば会社に勤めてれば、まあ上司から信頼されたい、あるいは部下から信頼されたい、仲間から信頼されたい、当然思っていると思います。だけどなかなかうまくいかないという人が多いと思うので、まあ、信頼されたいという気持ちはとてもよくわかります。じゃあどうしたらいいのかっていうことになりますと、簡単です。人から信頼されるために最も重要な方法はですね、人を信頼するということですね。例えばあなた部下から信頼されたいですと思っていますけども、じゃああなたは部下のことをちゃんと信頼しているのですかと、十分に信頼しているのですかと、それを言葉にして表していますかと、それを態度で表していますかというと、まあ、おそらくしてないんじゃないのかなと、もしくは不十分なんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。人間関係っていうのはキャッチボールのようなものなので、ボールを投げるとボールが返ってくると、ボールをさらに投げ返すとさらにボールが返ってくるという仕組みがあるわけですね。だから人から信頼されたければ簡単なんです。自分が信頼するということです。信頼するというボールを投げると信頼されるというボールが返ってきますよね。でも世の中の人はどうでしょうか。うちの部下は自分のことを信頼してくれない、なんだこいつらみたいな不信感ですね。不信感のボールを投げると不信感のボールが返ってきているという、まあただそれだけのことなのではないでしょうかね。でよくあるのが、例えば、まあ、嫌われる勇気という本がすごいベストセラーになりましたけど、人から嫌われたくないです、人から嫌われたらどうしたらいいんですかっていうふうに皆さん言うんですけど、じゃああなたは人を嫌ったりはしないんですかと、多くの人を受け入れてるんですかと、受容してるのですかと、許容してるんですかと言うと、意外としてないんじゃないかなというふうに思いますね。あるいは人の悪口言っていたりとか、相手のことを何かこうディスっていたりとか、そういうことをしたりしているという人は、まあ人から信頼もされないし、逆に嫌われたりするわけですね。なのでネガティブなボールを上げるとネガティブなボールが返ってきてしまいますから、そうなりたくないのであれば、まず自分がそれをやらないということが一番大切なことなんだけど、意外と人にはやってほしくないと言いながら自分でやっていたりするということもあるということですね。行為の偏方性の法則というのが心理学ですごく有名なのがあるんですけど、自分が相手に対して何か親切をしたら相手が親切を返してくれるという法則なんですね。もう全てこれなんですよ。だから悪意の偏方性の法則、自分が悪口を言ったら悪口を言い返される、嫌がらせをしたら嫌がらせが返ってくるという実に当たり前の法則であり、自分の感情や行動というものがそのまま相手から返ってくるということを分かると、いろんなことがうまくいくのではないでしょうか。だからみんな愛情とか信頼とか受け取りたい受け取りたいと言うんだけども、受け取りたいのであれば自分から与えるということをまず先にしないといけないということなんですね。まれに相手から与えてくる人もいるかもしれませんけども、まず自分が先にボールを投げる、まず自分がギブして、そして返ってくる戻ってくるっていうことです。コミュニケーションというのは、なので信頼されたければ、あなたがまずすべき一番最初のことは自分から信頼していく。上司から信頼されたいのであれば自分から上司を信頼して、部下から信頼されたいのであれば自分から部下を信頼して仕事を任せていく、そういったことをしていくということがやっぱり重要なんじゃないかな。それができないってことは信頼してないってことでしょ。例えば部下に仕事が任せられませんっていう、それっていうのはノンバーバル非言語的コミュニケーションですね。口では出さないけど、あなたの態度とか普段のねちょっとした雰囲気とかでこう相手に伝わっているものなんですよ。だからあなたが十分に部下を信頼できてないということが部下に伝わっていて、それが結果としてあなたの信頼されないという結果を生んでいるわけなので、まず自分からそういうポジティブな感情を与えていく、ポジティブな行動やアクション、そしてポジティブフィードバックですね、部下のいいところやできているところなどを言葉にして伝えていく、そういったことをしていくということがあなたが人から信頼されるために一番重要なことではないかなと思います。言葉で言うのは簡単ですけど、自分からギブしていくとか、自分から親切にしていくとか、自分からヘルプ助けていくというのはなかなか簡単ではないです。だけど少しずつでもやっていくと本当に返ってくるようになりますので、ぜひですね、自分からポジティブな関係性を相手に与えていくっていう、与える人になるっていうこと、これすごく人間関係でもうまくいくケースです。まあ、逆に言うと人間関係がうまくいかない人っていうのは、人から奪おうとする、自分だけ何かしてもらおうとする、自分だけくれくれ政治になってる人は人間関係がうまくいってない場合が多いんじゃないかなと思いますので、まあ、今日の話ぜひ参考にしてみてください。